ても這い上がる力が欲しい。皆さんこんばんは、竹本でございます。いかがお過ごしでしょうか。もう12月の2日で、水曜日ということでございますね。水曜日に、ツイキャス出すのは初めてなのではなかろうかというふうに思うわけですけれどもね。はい、いらっしゃい皆さんね、いらっしゃいませ。はい、いやー、ずいぶんとね、冷えてきたね。水曜日でございますね。いや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 、いかがお過ごしでございましょうか。ね。皆さんね、いらっしゃいませ。ね。あ、いやいや、もう、いよいよ別にね、あ、いらっしゃい、いらっしゃい、ずれちゃいらっしゃい。はいはーい。うん。ね。曜日を変えるとね、曜日を変えるといろいろできるもんでございますね。まあ、
ね、一般配信でございますね。あらま、ありがとう、ゆきちゃん。あ、埼玉県民か。道県人だな。ああ、ひまわり娘さん、ありがとうございます。ねえ。そうなんですよ。今日はね、朝から、なんかパチャ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 。ねえ、雪が降っとったね。雪やね、雨だな。あ、まだ雪には早いな。雨がね、ずっと降ってました。ねえ、みんなのところはどうだったかな。ねえ。まあ、日本もね、言うて結構広いからね、雪ではないです。雪ではないですね。雪ではございません。雨が降っておりましたね。いや、でも冷たい雨だったね。冷たい雨が、まあ、だんだんね、季節の流れを感じさせてくれてる、今日この頃でございますけれどもね、みんな、あれ、風邪とかひいてない？あ、そっか。西の方は暖かかったんだ。よかったね。いやー、ゴンちゃんは俺の逆だけが寒かったです。いや、それはちょっと今日頑張って取り返していただかないことにはね。やってください。ねえ、本当にね、待ち込み、明日待ち込みね、放送なんでね、明日のメッセージテーマは何やったっけな、はい、少々お待ちください。ねえ、明日のメッセージ、まあ別に視聴エリアじゃない言い方でもね、皆さんね、いろいろ、メッセージとかね、いただけるとね、番組内で、私がね、読み上げるコーナーございますのでね、そちらの方で、読み上げたら、マチコミのシール、まあ、ステッカーというんですかね、あれがね、送られてくると思いますのでね、皆様ね、ぜひとも、マチコミ、メッセージをね、お願いいたしますね。で、メッセージテーマは私の勘違いっていうテーマですね。私の勘違い。いろいろございます。ね。いろんな勘違い、たくさんあるとは思いますが、ね。メッセージ送ってください。もう極力時間の限り読み続けるという。まあ、一応ね、テレタマで放送している、マチコミという番組。一応情報番組という括りになっております。で、情報番組ですけれども、私は、まあね、夕方の忙しい時間だから、まあ、画面を見ずとも、耳で楽しめるということを意識させてもらってましてですね。まあ、どちらかっていうと、まあ、テレビというよりも、ラジオという感覚でね、喋ってますのでね、まあ、勘違いをしたことを忘れてる。まあ、いいんですよ。そういうのでもいいですよ。マチコミの親方の表情、どういう意味があるんですか？いやいやいや、全然何の意味もない。何の意味もない。ああ、ね、もう、あえてですよ。あえて、もう、普通ですよ。普通にしておりますね。ああ、そうか。ね、限定配信がね、明日もね、あるみたいなんですけどね。まあね、いろいろありますよね。勘違い。グループ配信なかなかまた見られない、聞けない。ああ、そうか。それはひょっとして、タイミング的な問題なのかな。だいたいほら、移動中とか、そういうところにね、ゲリラでパーンっていうのが多かったりするもんでね。なかなかこう、リアルタイムに、配信するっていうのは難しいことかもしれんけどな。ねえ。何？音が左右でって、これ何のことやろ？ ようわからんな。何を勘違いしてるか、わからなく。いや。ね。まあね、まあ今あんまりその気にすることなく、まあ当然ね、皆さんもね、お仕事をしていらっしゃる時間、いろいろ家事とかでね、買い物に出かけなきゃいけないとか、俺は住友グループです。そうか、いいな。財閥契約か。
ねえ、明日のゲリラ仕事中、ゲリラ仕事中かもしれんかな。ねえ、イヤホンだと左右で聞こえたり聞こえなかったら、それはね、イヤホンのジャックの問題かもしれんよ、それね。昔、ファンクラブの会報に似顔絵描いて出したの。わー、そうか。ありがとうね。もうあれもね、最初のそのファンクラブというのができてからは随分、あー、赤ちゃんお久しぶり。ねえ、恒例の楽屋から、見てみたい。仕事中か。あー、そうか。仕事中か。今もしかしたら勘違いの真っ最中かもしれない。ただいま年末調整あるようだし。いや、年末調整勘違いしたらあかんよ。年末調整の勘違いした。ジャックで刺さってるんだったら抜き刺ししてみるとか。ね。その接点復活剤を、まあさ、なかなか持ってねえな、そんなもんな。一般の人は。ねえ、40年近い。40年近いか。そうですね。早いもんですね。まあ、年齢的には38やけど。そういう感じの そういう感じのね、話。まあ、通常ね、水曜日は、だいたい、FC の、こう、あれですよ。会員限定、というのでね、やっておりましたわけでございますけれども。ね、たまにはね、ちょっと、水曜日も、一般、嘘の散髪。本当にね、嘘の三八。ねえ、いや、いいじゃないですか。ねえ、やっぱり心置きなくですよ。やっぱ自分の年だったらね、言ったもん勝ちだから。その通り。言ったもん勝ちでも全然気にすることない。もんちゃん。ああ、いいんですよ。昔から言ってるさ、七掛けの理論で言うと大体38ぐらいですよ、今。そんなもんです。ねえ、そんぐらいの精神年齢だということでね、いいじゃないですか。ねえ。まあ、あんまりね、一般配信で水曜日ってなかったのでね、水曜日ぐらいしか聞けないよーんっていうね、方もいらっしゃるかもしれないから、ね、ちょっとね、水曜日に一般で配信して、で、ちょっと今度、土曜日の日をですね、ちょいとばかし、一回会員限定。座布団38枚没収。38枚の座布団の上に乗れるやつなかなかやぞ。なかなかないっすよね。本当にね。痛もがちですよ。歳と体重も7掛けにしたい。じゃあ俺。ちょっと体重がやばい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 。ねえ、もう、片付けしてたらできたか。なるほど、なるほど。いやー、昨夜コーヒー飲んだら全然眠れなくなった。座布団5枚も結構その通りだよ。座布団38枚乗れるやつってなかなかいねえんじゃないかな。体感半端ですね。すげえな。昨日おでん仕込んだので食べながらちょっと飲みながら、どうぞどうぞ、ゆっくりやってください。ねえ。7掛けにしちゃうとすっごいもうまあね、栄養失調の子みたいになっちゃう。言い方な。本当にね、大変でございますね。はい、こんばんはいらっしゃい。いや、座布団はね、いや、乗れて20だよ。ねえ。道の駅散歩道でおでんに最高の大根。いいですね。小さい座布団だったら30、いや、38枚ってなかなかやぞ。まあもちろんその体幹も必要ですけど、ある程度の自重が必要になるよね。お、自重がないと。これ大変ですよ。上の方でフラフラしてからね。大根昨日10円で買いました。おお、まあいろいろ安くなってきてるんだろうね。白菜もね、まあうちの事務所近くだったら、一番最近見たのが4分の1で68円ぐらいか。そんなもんだね。
超負けで頑張ったのに時間までに仕事終われなかった。こんばんは。はい、お疲れ様。全然大丈夫やで。まだ始まったばっかやだ。気にすることだな。どうせろくなこと喋ってないから。なんだ。なんだ。どうせろくなこと喋ってない。どうせ、んなこと、大したこと喋ってねえから。なんだ。うん。埼玉県。そうなんだよ。埼玉寒いよ。でもね、埼玉はね、深谷っていうね、もう深谷のネギちょっと高いけどな。うん。これ大変ですよ。これが、あの、深谷のネギとか、ネギとか鍋に入れるとあったまるよね、これね。親衛隊募集してて入ろうとして親に行ったら反対された。まあ、いいの、いいの、そんなことはね。ねえ、いいじゃないですか。ね。お、最近体重が50切りました。ちなみに身長154センチ。あらららららら。あんま無理しないでね。うん。ね。そこそこが一番やぞ、そこそこ。な。7掛けにしたい、健康診断で体重測ったら、去年から体重1キロ減ってました。おお、素晴らしい。福井が1キロ減ってました。おお、素晴らしい。そういう地道な努力が必要やな。30年経ったら30センチ減るってことやからな。ちょっと大変なことやと思いますけどね、それ。いやー、今年の大根を細、あ、細いか。うちの犬の水、あ、飲み水ね、氷が張りました。ああ、寒いんやろうな。ねえ。なんの、外か。そうか。ねえ。本当にお願いしますよね。いや、まあ、いずれにしてもですね、ねえ、これから、これから10、ね、もう12月に入って、まあ、12月に入っちゃうとね、あっという間なんですよね。あっという間にこう、日々が流れていく感じがしますのでね、一日一日をこう大変にしていきたいな、なんていうふうに、思うわけでございますけれどもね、皆さん、頑張ってね、お過ごしくださいね。あと10日ですよ、大忘年会とね。無理をしてないんですけど、プールで足を踏ん張って入れなきゃ。ああ、そっか。そうか、そうか。あんまり軽すぎちゃいけないんだよね。プール、だから、水泳選手なんか大体そうですけど、まあ、シンクロの選手なんかね、そういうのあるじゃないですか。ね、もう、めっやるけれども、なんかこう甘いものを食べなきゃいけない、体脂肪をつけなきゃいけないっていうね、これ大変ですよね。これね、あんだけ激しい運動をしていて、まあ必然的に体重は減るんだけど、増やさなきゃいけないって、それも大変な仕事だと思いますよね。まあ何もしなくても増えるものは増えるわけでございますけれどもね、まあ必要以上に増やさなきゃいけないってのは大変ですよね。もう本当に、ですよね。いや、まあね、まあ、とっととね、レベル、今、ツイキャスの一番レベルが上なのが 50? かな。はい、ブリちゃん、お疲れ。僕もそろそろ髪の毛7掛け。あ、そうなった時には、毛のバンダナ、ね、送ってあげるからね。体脂肪をつけたいって言ってみたい。ねえ、そういうふうにね。そうか、50やっぱマックスか。まあ、そこまでいっちゃえばね、気も楽なんだろうけど、その、ほら、ね、今年になって始めたわけだし、そんなにマラソン的な、ツイキャスとかを配信してるわけじゃないのでね、なかなかですよ。なかなかそこまではレベルは上がらないんですけれども、お茶箱のアイコンも豚に変わってた？よくわからないな。そうなの？いや、配信数でやっぱ、そこまでやんないよ。ねえ、そこまではね、数はやって、ああ、かおりちゃん、ありがとうございます。ねえ、すいません。目に優しい緑の丸竹。これ何？団子？
団子がくっついてんの？で、今、ゆくちゃんにお茶やってもらったやつが、何？団子が20。何それ？何それ？何それ？いや、何の特典もないと思うよ。何の特典もないけど、ほら、いわゆる累積でね、アイテムとか落としていただいた方が、レベルが上がると、そこが一遍クリアされるのでね。いやいや、まあいろいろね。いろいろ、まあツイキャスさんもね、飽きられないように、いろんなこう、まあ企業努力をしてるんじゃなかろうかと。そういうふうに思うわけですけどね。はい、こんばんは、いらっしゃい。ねえ。あらま、ちなみちゃんありがとうございます。あら、まゆみちゃんもありがとうございます。ねえ、アイテム投げると団子がついてくる。三色団子って一体何のあれなんだろうな。全然意味わかんねえな。ねえ、よくわからないのでね。ちょっとね、よくわかりませんが。まあ、そういうことは別にどうだっていいやと。まあどうだっていいことでございますのでね、あんまり気にしないでやっていこうかなと、そういうふうに思います。ね。ブロムちゃんありがとうございます。今日もお疲れ様です。水曜日の一般配信、本当に、配信歴13年もやってんだ、すごいね。ねえ。待ち込みでメッセージ終わりますように、ご心願い。はい、わかりました。というわけでですね、ちょっとね、一曲、ここら辺でね、お聴きください。どうぞ。優しさを見つけ
汗ばんだ感情線抜け出し西に走ってインターチェンジを降りる頃には二人の季節も色あせてゆく。はい、というわけでね、ワンバイワン、お聞きいただきました。ありがとうございます。ちょっとだけ告知させてちょ、来たる。来週の土曜日になるんだね。12月12日ですね。の13時からね、これ配信ライブでございます。竹本さんちの大忘年会、ね、シーズン11。が開催されます。ね、12月12日土曜日13時開催でございますね。竹松さんちで、忘年しましょうと。まあ今年はね、いろんな意味でね、忘年会でどっかに飲みに行くとか、そういうふうな機会とか、まあほぼほぼないというね、状態の皆さんでございますけれども、まあ、ちょっとね、まあ例年とは同じとはなかなかいかないかもしれないですけれども、まあ若干なりともやっぱりこう大忘年会、まあ毎年やってるね、大忘年会の雰囲気というのをね、皆さんね、味わっていただければよろしいかなというふうに思うわけでございます。ね、コインありがとう。すいませんね。まあ、当然、大忘年会でございますから、まあ、全員プレゼント。全員プレゼントは当然やらせてもらいます。まあ、今年ね、1年間、予定をたくさん入れられた方もいらっしゃるかもしれませんが、それがなかなかままならぬ状況で、1年間、が終わって、だというふうなことになるかな。だからね、カレンダーいろいろね、予定を組んだけれども、なかなかうまくいかなかった、なかなか実現できなかったという方はたくさんいらっしゃるかと思います。まあ、そういった意味を込めて、2021年はね、いろんな予定、ちゃんとできるといいねっていう、できるといいねっていう意味を込めて、2021年のカレンダー、まあ卓上でもないですね、かけるタイプで、これくるくるっとするタイプでもございません。やっぱりこう、まあね、バッグとかにシュッシュッと入れておけ、邪魔にならないやつね、そういうカレンダーを制作いたしました。ですのでね、それをね、皆様に、全プレでございます。かおりちゃん、ありがとうございます。ね、そういった意味と願いを込めて、皆様にね、お送りしたいなというふうに、思います、ね。そういうことでね、大忘年会、シーズン11です。もう11回目ですよ。これびっくりしますね。なるほど、なるほど。ライガーさん、今回初参加ですか。ありがとうございます。ねえ。まあ、毎年毎年ね、渋谷のエッグマンっていうところでね、もう全国からね、皆様ね、集まっていただいて、それで、一年の労をねぎらうと。もう元気だったかっていうのと、一年間お疲れ様でしたっていうことをね、言い合うという、そういうね、大忘年会シーズン11。ですね。楽しみにお待ちくださいね。文庫本サイズなんで、そうですね。カバー、何かね、カバーをかけてくれれば、それなりに使えるんじゃないかなというふうに思います。それと、その日、まあ、同日ですね。同日ですけどもね、12月の12日、これは5時からですね、17時から、竹本孝之ウィズカボスと、
というわけでございますね。まあ今年最後のライブというふうになるわけでございますね。それがなんとか開催できるんじゃなかろうかと。まあおじさんがね、なんか変なことしなければ多分大丈夫。ね、こちらの方もね、ぜひ、楽しみにしててくださいね。まあ、画面の下の方にあるアイテムのところのね、なんかこう、ちっちゃいショップみたいなマークがあって、2とか書かれてるのも、そこの中に、チケット売って、あ、ちゃんとやるよって押して聞いてるのかい、水曜日でも。ぜひぜひ、お会いできることを。楽しみにしております。チーン必須のライブやな。あ、チーンね。なるほどね。それは多分ね、高橋が自分のチーンを持ってくると思いますのでね。頑張りましょうね。今日は敵やって言わない。敵やって言わない。敵や。プール際の敵はね。やってる暇あるか。プール際の敵や。みたいな。ショップのマークがございますのでね、そちらの方からぜひぜひお買い求め、よろしくお願いいたしますね。期待しててくださいよ、いろんな意味で。期待を裏切らない男なんでね。あ、高さんお疲れ様です。ライブでチーンってなかなかないっすよ。そんなことができるのはね、多分ね、おじさんぐらいですね。まあ、我々。まあ、本当に腐り切った腐れ縁の 私たちがね、お届けするライブでございます。ぜひぜひ、楽しみに。まあ、ね、今年最後の笑いを お届けしようかなというふうに思います。まあ、一応ですね、アーカイブ、カボスライブに関しては、翌日日曜日いっぱいはもう本当に見られるように、しておきますので、時間がね、ちょっと合わないよとか、途中でちょっとくるくるってしといたよとか、で、よく聞こえなかったよなんていう方はですね、アーカイブの方で、ゆっくり、楽しんでもらえればいいかなというふうに思います。画質の方もね、結構いい画質でちゃんとアップしておりますので、そちらの方で自分、ご自分のね、よろしい、時間帯で、プールの仕事、ああ、そうだね、ということです。そうだもんね。大忘年会に参加してプールの仕事戻る。ああ、そうか、すげえな。素晴らしい。いや、まあ、腐っても繋がってるのがいい具合。ああ、腐ってるか、糸引いてんじゃねえかな。やめてくださいよ。発酵して醸造されてるか。ああ、そうかもしれないです。匂う。そうかもしれないです。なんかかぐわしい香りを発してるような付き合いかもしれないです。よくわからんですね。汚いな。もう納豆の声みたいなね、そういう感じかもしれませんね。だってね、ずいぶん経ちますよ、本当に。30年を超えた付き合いですからね。麹かって。そんないいもんじゃない。俺たちって。俺たちじゃないですから。高級なもんじゃない。麹とかね、そういうね、偉いものじゃないんです。なんか糸引いちゃってる感じ。あ、柿の葉石鹸出番っすか。そうだね。今こそ、そうだね。今こそチーンだよね。そのタイミングだから。まあこれ、当日ね、カメラ切り替えるのは高橋なんでね。どういうふうにね、まあ、チーンを鳴らしてる暇があるのか。そういうところでございますけチーンれが必ど要もになったらね。もう一切忙しいにはカメラ向けません。出番が減るということらしいです。ね。音は鳴れども姿がないっていう。まあね、配信ならではのその周知が待ってるらしいですよね。そういうことでございます。まあ、いずれにしてもね、カボスのライブがね、そうやって、あるわけでございます。まあね、せっかくね、作ったのでね、ここら辺でですね、
ありがとう、まっちゃん。楽しみに待っとってね。やらかす前提。映らなくなったら何かやったと思ってください。ちょっとね、その2本のライブと大忘年会に関する、ちょっと告知のね、V 作ったんでね。ちょばかし、ちょっと聞いてください。というわけでございましてね、死して屍拾うものなしですからね、そこがクマさんのぬいぐるみに変わるのも楽しみに。なんてことないです。顔のところに若干モザイクが入るぐらいで心配したことないです。クマさんにしちゃうと音出なくなっちゃうから、クマさんにしちゃうと音が足りなくなるんでね。若干こう顔のところに、モザイクがかかる、もしくは何かのシールが貼り付けられると、そういうふうなことになると思いますのでね、皆様ね、楽しみにしててくださいね。まあいろいろ考えております、やっております。これね、本当に生き別れと弟さんが出るかもしれない。出るかもしれないですね。顔になんかこうシールが貼ってあるのがいいかなっていうふうに思いますけどね。なんとなくこう絆創膏というシールですか。絆創膏なのか、恵比寿さんみたいなねシールがよく分かりませんけれどもね、顔のところだけモザイクがかかってるかもしれませんからね、楽しみに待っててくださいね。見るたびにシールが増えていく、いいかもしれないですね。映る頻度が減っていくっていう顔面わいせつ物。いやもうね、本当にまあいろいろやらかしてくれるおじさんですからね。まあ別に今回は一応ね、年度末のライブではございますけれども、まあそんなに年度末に向けてとかそういうふうなことはあまり考えておりませんので、まああんまりこうおじさんもね、羽目を外してオラフの頭巾とかかぶってくることはないとは思いますのでね、皆様ね、その辺のところをちょっとご容赦願いたいなと、そういうふうに思うわけでございますね。目を細めたら見える気がするやつ、それこんばんは、いらっしゃい、間に合いましたか、よかったね。まあたまにはね、水曜日に一般配信をしてみるのもいいかななんていうふうにね。そうなんですよね。まあ僕がね、仲良くさせてもらってる、滋賀のね、コンボホリンチェのマスター、ね、のところにね、マスターとあとその、まあ、コンボホリンチェのピョーちゃんに2人にですね、ちょっと頭が寒くないようなアイテムを送りましてですね、まあそれがね、届いたということでございましたんでね、まあおじさんのところにはですね、多分明日届くはずでございますね。明日ちゃんと届くというふうにね、私の方から私の方にアマゾンさんの方から連絡がありましたので、明日届くんじゃなかろうかとね、いうふうに思いますよね。おじさん本当楽しみにしててね、あれね、あったかいんだって、よかったね、よかったね、よかった。いや本当ですよ、おじさんもうぜひあれ、帽子をかぶってライブをやっていただくというふうに、私は願って、発送したわけですけど、クリスマスフェンス、そうです、12月ですから、
12月のプレゼントは素晴らしく、まあ、すべからくですよ。クリスマスプレゼントというカテゴリーに入りますので。ね。帽子送ったから、俺にはそうだな、もうちょっと高いもん送っといて。では、おじさんよろしくお願いしますエね。ビタイか。エビタイです。エビタイで、肉でもいいですけどね。よろしくお願いします。カニでも構いませんけどね。よろしくお願いいたしますね。いやー、まあでもね、なんかこう人にプレゼントを贈るっていうのはね、とってもなんかこうワクワクして楽しい気持ちになりますね。蘇我の梅干しを俺のとこにくれてもね、それはちょっと違うと思うね。それはちょっとあまりにもひねりがないね。もうちょっと考えてくださいね。よろしくお願いしますね。なんかこう、これ似合うだろうなとか、こういうふうなものを送ると、こう、喜んでくれるだろうな、なんていうふうに思いながら、そうね、考える、プレゼントってのはいいもんですね。なんかこう、ほっこりしますよね。だから僕は、もらうのもそうですけれども、プレゼントを送るっていうのはとっても好きで。なんかその人のことだけを考えるじゃないですか。だから逆にいただくときは、自分のことだけをこの時間は一生懸命考えてくれて、でプレゼントというね、ものを選んでくれたんだなっていうふうに思って、とってもあったかい気持ちになりますね。で、それでですよ。それでですよ。これがですね、いただいたものでね、アップするのは誠に申し訳ないんですけどね、先日、こういうものをいただきましてですね、これね、わかりますかですね、これね、メンチカツなんでございますね。メンチカツ。これはですね、兵庫のメンチカツなんですね。豊岡の、あれは但馬牛ですね。但馬牛のメンチカツ。いやー、これをですね、私、昔ですよ、もう何年前になるんだろう、5年、6年になるのかな。7年前。6、7年か。これをですね、豊岡の FM ジャングル、当時、そこの局長をやってらした、西村さんっていう方がいらして、で、その方が、僕の調布 FM の番組、竹本明ソングフォートモローっていう番組ね、を始めた時に、真っ先に、じゃあ、うちの曲でも、ぜひ流してくださいって言って、やってくれたんですよ。ネット局ネッ第ト1曲号で第す。1号ですね。で、そのね、西村さんが紹介してくれた、高尾さんこれまっしゃーっつって、いただいたのが、この豊岡の但馬牛を使ったメンチカツなんですよ。いやー、これがね、もう最初食べた時は僕はもう仰天でしたね。仰天しました。本当に。いやー、これはもう半端ない。いや、今までね、メンチカツってなかなか食べる機会なかったんですけど、メンチカツよりもなんかコロッケの方が簡単でいいなとか、いうふうに思うじゃないですか。で、まあでもこれそんなに、お値段そんなに高いものではないけれども、なんかね、すごかったんですよ。最初、一口食べた、それね、何だったかな、堀江淳さんの番組かなんかで、ね、ゲストに呼ばれた時かな。その時に、西村さん、その FM ジャングルの、元局長の方がね、いらしてて、で、竹山さん、これ食べてみてくださいよ、つって、フライパンかなんかにね、油ひいてね、じっくり焼いて、焼き揚げ、揚げ焼きっていうの?やってもらったやつを食べた時に、まあ驚きましたね。いや、もう大変ですよ。
ねえ、まあその時に、いただいた、まあこれ僕は日本で一番うまいメンチカツだと思ってます。うん、今までこんなもの食べたことなかった。いやー、びっくりしました。あ、みーちゃんいってらっしゃい。いやー、全然気にしなくていいよ。うん。で、まあちょっとね、まあこれを送っていただいて、うちに届いた時が11月の30日だったんですよ。30日に届いて、なかなかね、こう、食べるタイミングがなくて、ね。で、タイミングがなくて、今日いただいたんですけども、ああ、そういえば、つっていろいろ思い出してみると、その、西村局長、僕よりもね、二つ三つ若かったんですけれども、急死されたんですよ。急に亡くなったんですよね。いや、それで、その亡くなった日がその11月の30日だったんですよ。ね、これ全然そういうこととは全く関係なく送っていただいてね、受け取ったっていう日だけかもしれないんですけども、僕はなんとなくですよ、その西村さんがね、竹本さんこれうまいっしょっつってすんげえ満面の笑みで焼いて持ってきてくれたこのメンチカツの姿がかぶってですね、今日はなんかねちょっとドキドキしました。あ、食べてもらいたかったのかなーって、なんかね、このメンチカツをなかなかね、今ではね、そうなんですよ、タカちゃん、なのでちょっとねもう今日はね嬉しかった。思い出すっていうことはとても大事なことなんだなって思った。思い出す、なんかね、そのほら人生はね、死んじまったらもうそれで終わりだっていうけども、人の記憶に残ってる間っていうのはね生き続けるんだよね。あ、マスター、あ、ケツキパイルだ。いえいえ、とんでもないです。よくお似合いでした。ねえ。そうなんですよ。このメンチカツ、マスター知ってるかな？豊岡のね、田島牛のメンチカツなんですよ。いやー、これはね、西村さんのね、メンチカツがね、届いて、ね、今日いただいた時になんとなくこう、肉汁がすっごいんですよ、これ。半端ないんですよ。いやなんかね、思い出せてよかったなと思って、ああ、いただけてありがとうございましたっていうことをね、ちゃんとお伝えしたかったんだね。もっと、あ、そうね、元さんね、地元にめっちゃショックだった。そうだよね。もう、本当に、ありがてえなと思って、ずっと応援してくれてたからね。まあね、そういう話があって、なんかこう、なんかね、この、いろいろな思い出とかあるじゃないですか、食べ物に対してとかもそうだし。で、ね、先日からずっとシリーズでお届けしている駄菓子っていうのは、シリーズなのか、あれは。シリーズ知らんけど。知らんけど、シリーズでお届けしている駄菓子シリーズもそうじゃないですか。ね、あれなんかもそうですよ。ね。なんか、その、思い出すってことは大事なことなのかね。そうね、5年も経つんですよ。もう、あっという間です。もう、いやそういうこと、思い出すっていうことは、その人はまだまだ自分の中で生き続けてるっていうふうに思うんですよね。で、そういった思いを、ね、思い出させてくれた、今日のメンチカツに感謝いたしました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございますね、竹本でございます、改めまして。やっぱりね、そのなんて言うんだろうね、そういうのってね、田島のさん、そうですね、美味しい、抜群にうまい、これは本当に勧める、これはね、ちょっと食べてみてくださいっていうね、
改めましてね、こんばんは、竹本ですね。すいません、いただきます。なんか、トラブちゃんありがとうございます。ラスカちゃんありがとうございます。ね、ほんとそうですよ。なんか、そう、いろいろあるんだなぁ、なんていうふうに思いますよね。やっぱりこう、心穏やかにね、平らに生きていければ、それに越したことはないかなっていうふうにも思うんですけども、なんかね、それだけだとさすがに、あ、ゆみちゃんありがとう、なんかそれだけさすがに、なんかこう、なんかこうね、面白くないというか楽しくないというか、やっぱり揺れることってとても大事なんだろうな。はい、こんばんは。まあ確かにね、いろいろですよ。まあいろんなことがあります。ありがとうございます。みかこちゃん、ありがとう。ありがとうございますね。いやー、そうなんですよ。今ね、そうやって今、そのお話しした西村さんの話もあります。わさびちゃん、ありがとう。ね、その、西村さんの話もそうなんですけども、なんかこう、人生を彩るものってのはたくさんあって、でその人生を彩るものの中の一つにやっぱり、僕は食べ物もあって、で音楽もあって、でそれも、やっぱりこう彩りだと思うんだよね。なんか景色とかもそうじゃないですか。ああ、みほちゃんありがとう。景色とかそういったものを含めて、その自分の人生を彩る大事なシーンってやっぱあるからね。でね、まあなんつうんだろうな、その1ページの BGM に、その曲がなれればいいなぁなんていうふうに、まあよく僕はだから、その世代を超えた楽曲を作りたいっていつも言ってるんですけども、やっぱりこう自分が生きてる間なんてのは本当に短くて、で自分が亡くなっちゃったらその楽曲が消えちゃうっていうんじゃなくて、それをこう飛び越えられるような曲が作れればいいなっていつも思ってるんですね。でまあ毎年毎年、さっきも言った大忘年会でね、大忘年会でこう発表させてる曲、単なる新譜だったらいつでもいいんですよ。でもいつもその大忘年会でも言ってるんですけど、なんかこう年度代表曲っていう風に僕はいつも言ってるんですね。だからその年を代表する曲、ですよね。これですよ。これがやっぱりね、作るっていうプレッシャーですよね。年度代表曲。ああ、さゆりちゃんありがとう。ありがとうございます。ねえ。お、道島にお越しの際はメンチカツご案内します。あ、ぜひぜひよろしくお願いしますね。ほら、那須川さんが描いてる絵もそうじゃないですか。画家ってのは大体不遇なもんで。まあよくね、皆さんがご存知、今みんなご存知だけど、三つお、あるじゃないですか、人間だもの、三つお。三つおさんだって生きてる間ってのは本当に貧乏だったっていう話をよく聞きますよね。で、亡くなってからですよ。本人が亡くなってからですね。亡くなってから評価される。まあね、亡くなって評価されてもねえとは思うんでしょうけども、物を作る人間ってのは、評価をされることを願って作ってるわけではないっていうのも、それも一つなんですよ。これ、ね。食べること、愛すること、歌うこと。ああ、なるほどね。そうだね、ライカさんね。イタリア人、いいこと言うわ。ねえ、あら、塚さん、絵を潰すことも、まあね、まあいろいろ、まあ昔のね、その、まあ、あれなんだっけ、ピカソだっけ、ピカソではやっぱり描いた絵の上に絵描くことも結構あったりするじゃないですか。でも、それもやっぱり、その後年、ちゃんとね、見つけていたままもらうっていうのがね、
良かったりするわけじゃないですか。いろいろあるんでしょうね。まあでも、いろいろある中で、ものをね、きっちりと残していける。ああ、ゆうちゃんありがとう。いけるってことが、一番大切なんじゃないかな。そのためには、やっぱり、なんかこう、こいつで一発、こう、儲けたろうとか、そういうふうな、こう、よこしまな考えとかじゃなくて、もう純粋に自分なりの、ね、ありがとうございます。自分なりのこの納得というか、送り出す時にやっぱりもう自分の手が加えられる限界まで手を入れるっていうのがね、大事なのかもしれないですね。じゃあね、ちょっとね、一曲ね、聞いてもらいたいんですけども、先ほどもお話しした、FM ジャングル、元局長の、西村さんがね、これね、新しくこう盤を作った時に真っ先に送ったんですよ。あったら西村さんすんげえ気に入ってくれたね。もうこれはもうヘビロテしますわと。ヘビロテします。これずっと聴いてますって言ってくれてた曲があります。ね。じゃあその曲を一曲お聴きください。昨夜の空に星を探した。重たく音もない闇に飲まれて、浮いては沈む日々を重ねた。流れに逆らうこの葉のように夢を見たくて、あの街を出てボロボロになりながら探し続けた。掴んだはずの夢のかけらはこぼれ落ちて流れてゆく砂のように。 Down to the river さまよいながら、浅瀬にせかされよどみにたゆた。 Down to the river でも俺が選んだ人生だから。受け止めきれないタフな悲しみも、ちっぽけな石ころと笑える日まで、奥歯を噛みしめて空を見上げろ。抱えた荷物を濡らさぬように、行くなと言われて頬を殴られて、泣き顔を振り切ったあの日の痛みが、諦めそうな俺のハートを呼び覚まして、抱えあげる波のように。強さも弱さも受け止めていたい。 Down to the
続ければ新しい明日が広がるはずさ。いつかこの命海に返す日まで大事なものたちを両手に抱えて時を過ぎると誰に言われても俺は生きて浅瀬にせかされ淀みにたゆた Down to the river 泳ぎ続ける俺が選んだ人生だから俺の俺だけの人生聞いていただきました。ありがとうございます。まあね、やっぱりこう、まあ人の生き方をとやかく言うような筋合いではないので、てめえの生き方ぐらいはねっていうね。ああかおりちゃんありがとうございます。まあ、てめえの生き方はこうなんかこう襟を正してっていうんじゃないですけどね、できる限りですよ、できる限り、自分に正直に生きていきたいなっていうふうに、思ったわけでございます。そういえばね、先日ですよ、見せたかったね光景がありましてですね、ちょっと大忘年会、終わった後のコカボスのライブの打ち合わせで、小田原に向かっていった時にですね、いやすごかったんですよ。いやー、空が、これはすごかった、久々に見ましたね。こんなに赤くなった空ってなかなかない。しかもだからこのグレー、グレーとのコントラストがすごい綺麗で、いやー綺麗でしたね。これをねツイキャスで出したかったんですけどね、イッキーさんがねカボスでライブやってるのに出したもんでね、さすがにそれは失礼だろうと思ってね、写真だけに、ちょっとね写真だけにしておきました。綺麗でしたよ、これ。これ、なかなか。あらがさん、ありがとうございます。そうなんですよ。夕日のね、沈んで、山に沈んだ太陽からの、こう、オレンジのビームみたいなのがね、空に伸びてましてですね、綺麗だったよ。そうだね、リンさんね。あ、実家の前の写真だよね。こういう写真、こういう絵を
共有できることができればいいなっていうふうにね思ったりもしましたね。まあこれができるのが、ああみーちゃんありがとう、うん、できるのがこのツイキャスのまあええとこかなと。ああなみちゃんありがとうございます、すいませんありがとうございます。うん、ツイキャス、まあリアルタイムで配信できるいいとこなのかなっていうふうに思う。まあ確かにね、その画像とかその音声とかな、通常のねものいわゆるねその放送に比べると随分落ちるんじゃないかなとは思いますけれども、なんかこうこのリアルタイムを伝えることができるってのはこのツイキャスの、まあ、ならではの特権なんじゃないかなっていうふうにね、思ったりしたんでね、1枚だけパチッと一応撮っといたんでね、みんなにねちょっと見せてあげたいなと思ってね撮っときましたね。以上でございます。はいはいはい。ね、というわけでございます。まあね、再び、登場いたしましたけれども。うん。はい、こんばんは。はい、らっしゃい。ねえ。そうなんですよ。イケさん終わんねえかな、早く終わんねえかなってずーっとあの携帯の時間とね、にらめっこしてたんですけどね、終わんねえなと思って、結局やめたんだよね。いや、まあね、そうやって、まあ、コロスケさんにね、こう、翻弄された一年が、まあ、12月、一応ね、あ、まこちゃんありがとう。ねえ、なんかこう、一年が過ぎようとしてるんだけれども、まあいろんなところでもね、俺言ってるんですけど、まあ年が明けたから急にいなくなるとかそういうことではなくて、うん、やっぱりいろんな意味でまだまだ長い、まあ長いスパンで付き合っていかなきゃいけないのかな、なんていうふうにも思うわけですよ。ああ、いいもんみたいに小袖に戻ってください。あと10日だよ。そうそう、そこは。来週の土曜日だからね。うん。お願いしますよ、明日。ね、お願いしますよ。本当にお願いします。本当にお願いしますよ。お願いしますよ。お願いします。チンは買っとくから。あ、あるかい。はい、はい、こんばんは、いらっしゃい。ね。はーい。小袖に戻ってください。そうですよ。あと10日ですよ。まあ、楽しんでいただけるような、プログラムはされてると思いますのでね。あとは、それを一生懸命磨くだけと。いうこと。あ、ゼラちゃんありがとう。すいません、ありがとうございます。ね。ね。まあ、それで、ちょっと曲かかってる間にこの団子調べたんですけど、まあ、アイテムとかと、なんかいろいろ落とすことによって、こう、なんかこう、配信者に対する、なんかこう、なんかがこう違ってくるみたいな、そういうこと、ざっと書いてあったんでね。まあ、気にせずにやってください。ありがとうございます。まあいろいろね、今の時代だからいろんなことがあるとは思うんだけど、ああ竹さんありがとうございます。楽しみにしててね、もう頑張りますよ、いろいろ、まあ、来年に向かってっていうことになるのかな。でもなんかこうね、こう一年がこう、ツンと、んでね、歴が変わる、ね、だけで、なんとなくこう、新しく生まれ変われるような、ことが結構ある、とは思うので、まあ、気持ちを落ち着けて、あ、ふみありがとう。ねえ、疲れちゃってて寝ちゃいそう。寝ちゃい寝ちゃい。気にすることはないよ。こそがれん。ああ、なるほど。いいじゃないですかね。新婦できましたか、うん、そこには触らないでください。ね、はい。あ、皆さんありがとうございます。ね、いや、本当にそうだよ。まあね、一人一人がいろんなことに気をつけながら、毎日一生懸命生きていくということが大切なんだ。あ、ケミちゃんありがとう。ありがとうございます。それが大切なことに、ああ、マセさん、みどりちゃん、ありがとうね。すいません、ありがとうございます。ね、新曲は黄昏。アラブルームさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。セクシーシンガーバック、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ああ、かえちゃん、ありがとう。ね、ありがとうございます。ね、でも本当に、
なんかこうそれぞれがね、やっぱり日々一生懸命生きるっていうことだったり、日々一生懸命なんか気をつけるっていうことだったり、でもその気をつけるっていうのは意識して気をつけるんじゃなくて、意識せずに気をつけることができればいいよね。いろいろ変わってくんだと思う。ああ、いつこちゃんありがとう。すいません、ありがとうございます。変わってくる。あと何年かかるか分かんないなとは僕は思ってます。そんなにすぐすぐにこんだけね、世界中に広がったコロスケさんが急にファーンとなくなるなんてことは、そうそうはねえと思う。そうそうねえからこそ今できることが見えてきたり、今やらなきゃいけないことが見えてきたり、いろんな意味で、教えてもらってるのかなっていうふうにもやっぱり思うんだよね。だから、いろいろね、そういうことだ、かずみ。変化に対応して、対応しながら、やっぱり生きていくってのが大事かもしれないね。やっぱり関わるんじゃないかな。これわかんないよ。これはわかんないですよ。どうなるかはわかんない。わかんないけども、ね、やっぱりこう、でも、ね、時間は止まらないわけだし、1年っていうのはね、月の積み重ねであったり、月っていうのは日の積み重ねじゃないですか。だから1日1日、1秒1秒を一生懸命生きるっていうことがね、ああ、まちありがとうございますね。時間の、そうがあるじゃん。いや、そう、時間の使い方もそうだし、やっぱりね、不自由さを感じるところから人ってのは知恵が生まれるよね。だからそれが一生懸命やりましょう。ね。あれ、土曜日、あれ、仕事、そうか、夜は大丈夫。14時半までは仕事。ああ、じゃあ、大忘年会はアーカイブで。ね。ものが当たるかもしんないから、ちゃんと抽選会やるからね、抽選会もやります、きっちりとね、新婦発表をさせてもらいますよ、できるかな。ほらできるかな、頑張ろう。あ、じゅんちゃんありがとうよしよしありがとうございます。まあ確かにね、なんかこうほら、あれしちゃいけねえこれしちゃいけねえっつって、やっぱり人間ってのはいろいろストレスとかがかかってくるのは、それは仕方ねえよ。だからストレスをためないようにしなきゃっていうふうに考えること自体がストレスだから、そうじゃなくてストレスはたまるんだよ。だからそのたまったものをバーンって投げ出せるような、あー、あけみちゃんありがとう、よしよし、あー、かおるちゃんもありがとう、よし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 、そうそうそう、だからそのたまったストレスをバーンって一気に放出できるような術を身につけていくことが、そう、見てなくても抽選会もちろん参加できますよ。問題ないです。ね。アーカイブ見ながら、当たったんだったら、よしって思ってください。いらないものまで送られてくるかもしれませんけどね。いや、本当に、ね、だからそのストレスの吐け口の一端を担えればいいなと思って始めたツイキャスですけどね、まあ、こうやっていろんな形、いろんな曜日で、やっていけるといいな。あ、そう、一個だけ。ほんで、今度土曜日の日は、グループ配信します。土曜日、通常だったら、ね、一般配信なんですけど、土曜日の、今度の土曜日に関しては、グループ配信します。ちょいといろいろやります。なので、登録がまだの方、そうそういないと思うけどね、チェックしておいてくださいね、皆様ね。まあちょっといろんな、あんなこととかこんなこととかいろいろと思いますのでね、楽しみにお待ちください。というわけでね、今日はね、水曜日の日、まあ、通常だったらグループ配信、やらせてもらってた時ですけれども、一般配信をね、させていただこうかなと、そういうふうに、思った次第でございます。まああんまりやってなかったからね。で、次がいつになるのかなっていうふうな感じですけれども、まあ、気が向いたらやります。
大忘年会の舞台裏は私のグループ配信でさせていただきますので。そんなのあんの？私のご登録の方もまだの方いらっしゃいましたらお急ぎいただければと思います。だって楽屋裏出すのは私の特権ですから。そういうこと。あ、確かに土曜日はね、いつも通り、21時半ぐらいからやりますね。なのでね、あの高橋の方のあれもやっといてね。あれボスの登録を済んでて、あのサポーター住んでても私がまだだったり、私が住んでてもボスがまだだったり、いろんなパターンがあるんで今頑張って登録グループ作ってよろしくお願いしますね。というわけでございます。というわけでね、長々とお届けしました。竹本さんち、水曜日初の、あ、高ちゃんありがとうね、ごちそうさまでした。いっぱい配信させてもらいましたけれどもね、楽しんでいただけたでしょうかね。また一応あそこなんだっけ、ああ仕事ありがとうすいません。なんて？あれなんだっけ、あ、コミュコミュ、そう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 、はい、なんだっけあれ、コミュっていうのはあれ、何してなきゃいけないんだっけ、コミュにの あれが届くには、ああ、そう、サポーター登録してくれ、サポーターいいのかな、そういうことや、サポーターのね、登録をしておいてくださいね。コミュニはちゃんとあげますから、何やるよっていうのを時々忘れるけどね、極力忘れないように頑張る、ので、お楽しみに。あ、明日そうだ、私ゲリラやらなきゃいけないんでね、しておいてください。明日高橋がね、なんかテレタマからゲリラやるらしいっすよ。見れる方はね、マスコミ楽屋ボス登場シーンもありかなしかはその日次第。あ、まあそう、そういうことや。はい、うん、じゃあそういうわけでね、じゃあ最後に何かけようかな。やっぱりこれがいいかな。というわけで、あー、ちなみちゃんありがとう。あ、サポーター登録、あ、純子ちゃんありがとうございます。サポーターになるっていうのが、まあ、通知が来てれば、あー、本当にありがとうございますね。あ、高見さんありがとうございます。あー、みちさんありがとうございます。4日主人の検査結果の日、あー、大丈夫だよ大丈夫だよ、そんなに難しく考えちゃあかんよね。はい、いやいやいや、まあいろいろね、ゲリラとかもやるので通知が行くようにはしといてね。ね、本当にね、ありがとうございます。あみつさんありがとうございますね、本当に。というわけでございます。次、ああ、ガラマさん、はいはいはい、ガラマさんのとこもね、配信、マイクちゃんとなったね、楽しみにしてますんでね。まあ今真ん中、週の真ん中、水曜日でございます。あ、だこさんありがとうございます。よし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 ね。そう、それぞれのサポート登録しといてね、ということでございますね。頑張って、私は曲を作りますので、皆さん、ね、そうですね、はい私もちょっと抽選会プレゼントをリセットします。頑張ります。はい、すいません、今日どうも一日、ありがとうございます。あー、みるみるちゃんありがとうございます。あー、かおるちゃんありがとうございます。あー、すいません、ありがとうございます。というわけで、最後の曲、この曲をお聴きいただきながら、お別れしたいと思います。本日もね、誠にありがとうございました。じゃあね。
時の流れ